普天間基地の辺野古移設をめぐり、設計変更を承認しない県に対する国の是正指示が違法かどうか争われた裁判では、来月の最高裁で県の敗訴が確定する見通しです。普天間基地の辺野古移設に反対するオール沖縄会議は、今日県庁前で緊急集会を開き、法と科学に基づき設計変更を不承認とした玉城知事の立場を支持し、今後も支援していく決意を表明しました。私たちうちなんちは、もうこれ以上の基地に苦しめられるこれ以上の思いをもう続けたくない。チームティーチして頑張っていきましょう。どうしてこんな風になってしまってるんだろうっていう悲しい気持ちと、沖縄県がもう頑張ってほしいっていう気持ちで来ました。基本的な私県知事選挙で先の選挙で示されたやっぱり新基地建設ノーの民意をね、これに自信を持って頑張っていただきたいなと思います。最高裁の判決が出るのは来月4日で、玉城知事の今後の対応に注目が集まります。